あらすじ。魔女のニコは使い魔の幼馴染モイちゃんと二人暮らしをすることになった。いやなんか性的に見てるっていうか、異性として意識してるのは感じるよね。そこはやっぱり男の子なんだなって。いやニコもそれは普通に覚悟してるっていうか、同じ家で暮らしてるわけだし、いろいろあったりなかったりとか、もうやだ。ちょっと真面目すぎるというか、あまり恋愛に興味ないのかなって。でももし付き合ったら重そうじゃない？もうちょっと軽くてもいいかなって。でもなんか逆に燃えるって感じ。何か起こると思います。同居生活めんどくさそうだな。ウィッチウォッチ。ちょっと真面目すぎるというか、あまり恋愛に興味ないのかなって。でももし付き合ったら重そうじゃない？もうちょっと軽くてもいいかなって。でもなんか逆に燃えるって感じ。燃えてる！火事だ！人の助けになってこそ立派な魔法使い。大丈夫ですか？よし、こっちに飛び移って。はい。おい、ニコ！重量オーバーだよ。墜落するぞ。そうだ、軽くする魔法俺にかけろ。めっちゃライト。やった、萌えちゃん軽くなったよ。そりゃよかったぜ。俺の言う通りにすりゃ世の中マジチャラヘッチャラ。お姉さん助けたの俺は電話番号ゲッチューで。チャラくなってる。いやこいつマジなんすよ。マジカルいけるっしょ。ガルー。わっとっと、さすがにまだ重いね。おいおい、美女とシェイクのローデオで墜落なんて勘弁して。クレイジーごなクレイジー。着陸ベイビー。ガルー。ウィッチウォッチ。このクラスを担任するマクワユリです。綺麗な先生、美人。趣味は漫画を読むことです。同人誌も買い漁るほどガチオタですとか言ったら惹かれるわよね。趣味はマンボで踊ることです。なんか変わった先生だな。みんなも自己紹介をしてください。じゃあ原くんから。原小足です。よくお腹を壊すけど気にしないでください。意志強しです。意志が強いです。小児から袖なしで暮らしてます。新制服も言っときました。はい、どうも、意識高しです。意識高い系です。あ、僕結構敵作っちゃうんで、早速インスタのコメント欄荒らされてるけど、ポジティブシンキングっすね。コメ欄荒らしです。よくコメント欄荒らしてます。お前か。なんかこのクラス癖が強いな。ウィッチウォッチ。あ、萌えちゃん書き間違えた。かわいい。消しゴム探してる。さては忘れてきたね。出た、シャーペンのお尻のちっちゃい消しゴム。それ使いづらいのよね。あ、もげた。もうもげた、秒だったよ。それでどう消せるの？まるで食いかけのカプリコだよ。あ、そんな切ない顔見たくなかったよ。あ、物を大きくする魔法で残った消しゴムを大きくしてあげれば。ビッグーン、対象物を大きくする魔法。ビッグーン。ゴーさん見たくなった。あ、まずい、早く解除しないと。ビッグーン。キャー、やばいやばい、今度こそ当てなきゃ。ビッグーン。外した。左腕が。ウィッチウォッチ。出た、シャーペンのお尻のちっちゃい消しゴム。それ使いづらいのよね。あ、もげた。もうもげた、秒だったよ。あ、そんな切ない顔見たくなかったよ。あ、ビッグー。外した。左腕が。なんだ、左腕だけでかい。この現象は。じゃあ自己紹介、次はおとぎくん。何、なんかモゾモゾしてる。怪我。やばい、ざわついてる。左腕がうずく。12秒。おとぎ森人、マガニ州出身。部活には入りません。ある使命があって、でもそれは言えない。あ、やばいやばい、ガチじゃんこいつ。おい、おとなしくしろ、レフティオス。取りつかれてんの。そういう設定だろ。レフティオス、お前がやったんだろうか。ウィッチウォッチ。ニコって魔女なのか。魔女ってすごいよな。本気で空飛んだりすんの。ねえ、 LINE 教えて。どうなることかと心配してたが、めちゃめちゃ人気者になってるな。ねえニコ、みんなに魔法見せてよ。何でもできるよ。おいニコ、調子に乗るな。どんなのがいい？重力を壁方向に変える魔法とか。ダメだこいつ、承認欲求がぶち上がってる。おはようございます。無限長来ちゃった。ウィッチウォッチ。はい、お待ち。あーっ、
ああすまん、デコが広いから皿かと思って。ええー、嘘やろ、サイコパスやん、何言うとんのこいつ。天狗と鬼がライバル、だから俺に敵意むき出しってわけか。天狗なんて聞いたことがあるようなないような気がする程度のうっすーらした存在で。おいおいおい、それやそれ、その鬼が天狗を気にしてへん感じが尺に触んねん。大天狗のおとんがよう言うてたわ。鬼だけには負けたらあかん。昔話に鬼の方がめちゃ出とんのほんま腹立つ。なんで天狗滅の刃やないねんって。天狗の嫉妬すごいな。鬼滅は鬼が切られていく展開が最高や言うて予定して読みふけてたわ。激ハマりじゃねえか。推しキャラはもちろん半天狗。半天狗も鬼だけど。飲んでた酒は鬼殺しや。憎しみがまめ。ウィッチウォッチ。自慢じゃないけど俺は面倒くさい人間だ。でも彼らはいいやつらだ。仲良くやっていきたい。おはよう。あ、うん。いや、なんか夜中テレビつけたらすげえマイナーな映画やってて、その監督俺すげえ好きで、結局明け方までずっと見ちゃって寝過ごしたからあんま早くはないかな。おはようって言えよ。おはようサンデー。圭吾君、夜は寝れた？いや、なんか昨日はみんなにかけた迷惑を思い出してとことん落ち込みたくなって、さよなら灰色の絶望ちゃんってうつ漫画読んで号泣してたらいつの間にか寝落ちしてた。すげえマイナーな映画見てたんじゃねえのかよ。よう敬語、部屋は片付いたか？いや片付けてるんだけど、ほら俺って物がやたら多い人じゃん。昨日の夜とか一眼レフで昔撮りまくったモノクロ写真を見返し始めちゃってさ、そういうのぼーっと眺めながら妄想する時間がすげえ好きで、雲の写真がみんな怪獣に見えてきたりするんだけど、これって俺だけかな。お前ネガティブで人見知りなのに人の気を引こうとカッコつけてペラペラ喋る癖あるやろ。いろんな友達が起きてくる生活楽しいな。ビッチオッチ。彼女は隣町の魔女ミヤオネム。変身魔法が得意な彼女は森人を使い魔としてスカウトするため黒猫の姿となり、正体がバレぬようこっそりと近づくのであった。何をやってるの。私はスカウトしに来たのにすっかり迷い猫じゃない。でもおとぎ森人とはかなり接近しているわ。この子本当に野良猫なのかな。だって毛のツヤとかすっごい綺麗。触らないで。はトゥンク。思わず乗ってトゥンクしてしまったわ。俺がお前らに正しい触り方を教えてやろう。すごいこと言ってきた。とにかく優しく、最初は首から上がいいだろう。頭部は自分で毛繕いができない部位だから撫でると喜ぶ。これはテンク。そしてゆっくり背中を撫でる。触れてもいいですかと聞く感じで。テンク。何なのこの感覚。テンク。触れられるのが嫌いなこの私がこんなにも安心感に包まれているなんて。テンク。いやいや、何やってんのよ。スカートに来たのに撫でられてニャーンじゃないのよ。ニャーンじゃ、ニャン、ニャンも。解説しておこう。ミヤオネムの変身魔法は眠ると人間の姿に戻る。ちょっと待って、この場で正体を明かすことになって、それってつまり私は体を撫でられた女。ダメよ、寝ちゃう。寝たら終わりよ。でもこの手が私を安らぎから離さない。ドゥンク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 。アブデルラーマ。俺が言ってたレアなやつか。これでやっとエンジン原人大集合人類の進化フィギュアコレクションコンプリートや。何の話してるの。まあ今日は偵察だし、今日のところは出直すけど、今度こそ使い魔にしてやるわ。おとぎ森人、隣町の魔女ミヤオネムの奮闘はこれからも続く。ウィッチウォッチ。1時間目はクラス親睦のためにレクリエーションとなっています。そりゃうちのクラスは2個がいいんだからさ、魔法で遊ぶしかないっしょ。この結界の中にいると空を飛べます。ぐーんと進みたいときは心の中で進もうって思ったら進みます。大丈夫かこの説明。じゃあスタート。本当に飛んだ。怖い怖い。このような状況では各個人の性格がよく現れる。慎重に様子を見るもの、体で覚えようと全力で挑むもの、程よいバランスを覚えゆったり過ごすもの、女子の視界に入る位置でアクロバティックな技を始める男子、ドラゴンボールごっこを始めるやつ、ドラゴンボールごっこに混ざりたい漫画オタク、俺は飛ばない、なぜならすでに頭がぶっ飛んでるからだという理由で飛ばないサブカルクソ野郎、ジャージに着替えすらしない非協力的なもの、そいつを目にしてみんなで睡眠をやってみた。ノリーナこのクラス。ウィッチウォッチ。
授業中うんこしたくなった時気づかれずにトイレに行く魔法ってことでいいね。あ、うん、ほら男子はよくあっただろ、学校でうんこしただけでからかわれたり、あだ名がうんこマンになったり。男子ヒット。まあ男はガキだから。じゃあこっそり存在感なくなる魔法を原くんにもかけてあげる。モブリミエイト。早速ぐるってきた。よし、やるか。モブリミエイト。これ僕消えてるんだよね。気づかれづらくなるだけで完全に姿が消えるわけじゃないって言ってたしな。そーっとそーっと立つぞ。このパーツ開けづらい。うんこ漏れるかと思った。はっ、あれは五感が野生すぎるでおなじみの体育教師猪狩彌十郎先生。誰かいるのか。嘘でしょ、魔法使ってんのに感知できんの、エイリアン。ここは俺が引きつける。お前はうんこしに行け。セリフはかっこいいけど状況かっこ悪。ありがとう、僕はこの変な光景を一生忘れないよ。ズバンが下ろせない。なぜ気づかなかった。腹壊しよ。でももう本当に限界。は、授業が終わった。やるなら今しかねえ。魔法解除、キャストオフ。結界。ウィッチウォッチ。なんかいっぱい荷物届いたぞ。あ、ニコの荷物だよ。お母さんに頼んで送ってもらったの。モイちゃん荷物運ぶの手伝って。自分のことは自分でやりなさい。分かったよ、一人で運ぶよ。ダブリード二人になった。すげえ、やっぱり魔法は役に立つな。小さいな。あれ、もしかしてその魔法二人に増えたら大きさが二分の一になるんじゃないのか。重い、手伝うよ。ラックチン、ラックチン。待て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 、意味ねえ。人手が増えても2人で持ったら1人分だろ。魔法って便利だね。考える力も半分になってる。ねえねえ、これもう一回ダブリードしたら2人がまた2人になるから4人になるんじゃない。それだ。どれだ。ダブリード。4分の1になった。せーの、よいしょ。だから意味ねえんだって。1、2、1、2、全体止まれ。みんな、ウィッチウォッチ。とにかく不器用なんです。意外だな、清宮さんは何でもできるタイプだと思ってたが。子供の頃からいろいろな習い事をさせられて、知識があるだけで結局そのどれもうまくはできてないんです。おばあ様が今度茶道のお作法をテストすると言い出しまして。お願い、ニコちゃん、私を魔法で器用にしてください。お金たくさんあげるから。頼み方も不器用。器用になる魔法はないけど。シンクロン。萌ちゃんだけ手動かして。え、俺の動きが伝わったという魔法なのよ。別室で萌ちゃんがコントロールする作戦。俺これから茶道をマスターすんのかよ。いいかい、鈴鹿、この程度の試験に合格できなければ清宮家の娘としては恥ずかしいことだよ。萌ちゃん返事して。口もシンクロしてんの。うん、鈴鹿、いらんことしゃべんな。はい、おばあさま言うとけ。はい、おばあさま。私の話はつまらないかい。はい、おばあさま。もっと現場の空気読んで、もいちゃん。それでは茶室に入るところから始め。引き手に手をかけ、手をかけ。猫かな。めちゃめちゃマスターしとるやん、森人。出されたのは落眼だ。カントリーマームで代用すんで。めちゃめちゃむせとるぞ。水分の少ない東をカントリーマーム感覚で食べちゃダメだって。カントリーマーム出されたんだからしょうがねえだろうが。なんだい、反抗機かい。お手前頂戴いたします。口の位置が見えないけど噛んでない。大変おいしゅうございます。ベッドベッド不合格。ウィッチウォッチ。何、カンちゃん相談って。うちのクラスにな、ニコに相談したい言うのがおってな。画風が。私の名前は蓬莱純です。はじめまして。ご機嫌いかがですか。私はあなたたちに会えて嬉しいです。純くん海外で暮らしてた。私は埼玉県の出身です。私は毎日部屋で音楽を聴いています。私はテニスクラブの一員で楽しい時を過ごしています。喋り方がニューホライズンだ。それは理由があります。
私の父は中学校の英語の教師です。私は家の中に英語の教科書をたくさん持ちます。私は子供の頃からそれらをよく読みました。私はこうなりました。ならねえよ！ニコ、お願いがあります。好きな女子に告白します。そのために上手に喋れる魔法をかけてほしいです。できるけど、それは断るよ。好きな人には自分の言葉でそのままの姿でぶつかった方がいいのよ。理解しました。そうは言うてもあのトーク力ではむずいやろ。だろうな。でもそれでいい。自分を分かってもらうことが何より重要だ。魔法で助けない方がいい場合だってある。やあ、私は蓬莱潤です。はじめまして。これはあなたのペンですか？はい、それは私のペンです。ん？あれ？私はニークラーンです。こっちはニュークラーンだ！ウィッチウォッチ。フレンディール！これは魔法をかけた食べ物を両者が食べることで友情を芽生えさせる魔法である。ただし、先に食べたものが次に食べたものに対し一方的に友情を感じるため双方向ではない。マイちゃんから食べて。なんで？いいからニコの言う通りにしてよ。ポキ、ほらよ。ん？ポリポリ。監視、お、お前っていいやつだな。何が？すごくムラムラする。大丈夫かお前？なんだかとても接したいんだ。俺と接さないか？急に接そうとすな、気色悪い。おい監視、肩組もうぜ肩。いやいや、俺と肩組んで効果歌おうぜ。思ってたのと違うな。外で逃げよう。あ、お兄ちゃんブリッツ落としたよ。ああ、ええよ、よかったら全部やるわ。ありがとう。パク。は、兄ちゃん僕も。はいどうぞ。パク。チャタロンにもあげる。お、お。監視、肩を組ませろ。肩を組みたい。肩を。肩を。カンちゃんたちどこに行ったのよ。あ、どういう状況？ウィッチウォッチ。君にヒーロー役を頼みたい。わし？おお、いいね、似合うじゃないか。オットマン。オットマン、なんや知らんけど。オットマン知らないの？子供たちとお母さんに人気のヒーロー番組だよ。お父さんには人気ないんかい。じゃあ早速リハーサル始めるぞ。君は変身後だから下がってみてなさい。オットマンこと姿雄一郎は毎朝7時に起きる。あ、おはよう。妻との会話はほぼない。なやこれ、何を見せられとんねん。まずは日常シーンでしょうが。いらんやろ、妻との微妙な朝の風景。これが大事なんだよ。オットマンは出向先の女子社員花岡からランチに誘われた。いつ怪人出てくんねん。すまない、せっかくのお誘いを断ってしまって。でもなんで僕なんか。ああ、また言った、僕なんかって。姿さんのいいところ私たくさん知ってます。見てたから。あかん、続きめっちゃ気になってきたわ。ごめんなさい、姿さん奥さんいるのに。私つるかったですね。もう怪人どうでもええわ。どうなんねん。それはどうかしていいやら。なんやこいつ、はっきりせんかい。おったまん、いつもはっきりしないんですね、姿さん。いや、エッチに、ここで。嘘やろ、まさか花岡さんか。出たらブラックカンパニー。今日こそめっためたにしてやるまで。デボーン。シャインキック。はい、倒したら戻って昼休み終わるから。そこはそんなリアルなん？戻りが遅く、小一時間叱られたオットマンであった。かわいそすぎるやろオットマン。ただいま。あれ、ワイン？今日は結婚記念日よ。あ、じゃあいつものあれやってもらわなきゃね。うん。こうして今日もオットマンは妻のオットマンになるのであった。俺がホットマンだ。なんやねんこいつ。ウィッチウォッチ。カンニコチャンネル。はいどうはいどうはいどうも、ニコです。カンシです。今日は友達が作ったゲームをやります。早速行ってみよう。はいどうぞ。スライムローションゲルアメーバーっていうゲームだよ。なんかヌルヌルしてるね。レッドホットチリペッパーズみたいに言うな。ヌルヌルの世界で2匹のバッタをゴールに導くゲームです。どういうセンスしとんねん。始まったよ。道がヌルヌルで思うように動かせないよ。虫が滑るように動く、めっちゃキモいな。見てるだけでストレスたまるわ。うわ、2匹がぶつかっちゃうのよ。なんで昆虫のローション相撲見なあかんねん。もうすでにどっちがどっちだかわかんないよ。色一緒な、アホすぎるやろ。死んだ。死んだ。道が全部ヌルヌルで周りが全部トゲトゲなのよ。狂気の世界やな。わかった、
でんぐり返ししながら進めば滑らないのよ。なんやねんこれ。なんか悪夢見てるみたいだよ。バッタなのにジャンプできへんのかい。できるけど飛びすぎて死ぬのよ。何回死ぬで。スタートから一個も進めへんぞ。これ作ったやつ頭湧いとんのか。ウィッチウォッチ。モイちゃん来た。カンちゃん今よ。風遅れ。サイン来た。行くで。先行ラン。ええで、ニコ。ええ女やで。目黒。全然刺さってないよ、これ。ピクリとも来てないよ、これ。もっとなびかせないとなびかないよ。風量、アップして。よっしゃ。もっとなびかせたるで、ニコ。先行ラン。ひぃ、なんだ、急に風が吹いてない。俺のとこには一切吹いてない。何が起きてるんだ。あ、もいちゃん、ヤッホー。お前、どうしちゃったんだ今。なんて、なんか言ったのか。えあ、先生、私綺麗かな。なんかやってる。ウィッチウォッチ。恋愛感情など抱かない真面目で超クールなモイちゃん。彼に片思いするニコはとある魔法を調べていた。あった、心の抑圧を取り払う魔法。フリーリリース。心の抑圧を解放する魔法である。あくまで一時的なため根本的な解放にはならない。おはよう、もいちゃん。ああ、おはよう。なんか変わった？え、いや、全然お変わりないぞ。ニコってこんな可愛かったっけ。朝起きたら彼女がいて、仲間と一緒に学校へ行く。長い髪が光る。週末の夏祭り、みんなで行きたいね。ね、もいちゃん。くっそ、幸せだな。あい！どうしちゃったんだ、俺。女子、女子、女子！なんで学校には女子がいっぱいいるんだ！モリスは抑圧から解放の反動が強かったため、ときめきが肥大化しすぎていた。病気？なんか、頭がいかがしいことでいっぱいで。男子高校生としては普通だけど、森人としては変だ。もいちゃん、実はね。変な魔法かけるな。おかしいと思ったわ。女子にときめくなんて。知らないアイドル見て可愛いと思うなんて。ポニーテールのうなじにグッとくるなって。だからそれ普通やね。でもそろそろ切れてると思うよ。本当だ、目黒。まったくニコのやつ、余計なことばかりしやがって。感情が素直に出るって結構心地よかったな。おはよう、もいちゃん。おはよう。魔法切れたんだよな。ウィッチウォッチ。わー、上手。この絵クックが描いたの？うん、うまっ。かっこよ。ニコ、声が大きいよ。これは何かの漫画の絵？ウロンミラージュ。へえ。ウロミラ。へえ、こっちがうつろくんで、こっちがおぼろくんか。イケメンだね。うん、声がでけえって。うつおぼか。チッターに投稿し始めてから夢中になっちゃって。チッター？え、待って、私チッターのうつおぼイラストはほぼチェックしてますけど。日課ですけど。教え師には感想を送っちゃう女ですけど。フォロワーは1万人くらいかな。え、待って、つよつよ絵師マンフォロワーいるの？このイラストも結構バズったんだよ。あ、じゃあ見てるわ見てるわ。これバズってるうつおぼ絵で私が知らない絵ないから。フォロワー1万人くらいならかなり絞られる。え、待って、もしかして彼女今私が一番推してる絵師の。特定はマナー違反。SNS 上のオタクは自分の存在をリアルで知られるのを嫌がる。これ以上の詮索は禁物よ。先生、ずっとここで何やってるんですか？ちょっと書類を取りに来ただけ。ごめんなさい、何もやましいことは。何とも思ってないですけど。あなたたち、早く帰るのよ。はーい、さよなら。教え師だった嬉野さんが、ハイミやっとちょっと低浮上中さんだった。ウィッチウォッチ。